クリしてる。あ、完全に。おーの。よいしょ。どうも、VCP のダーマスです。VCP のミキさんです。はい、というわけでですね、はい、今回はですね、はい、こちらです。はい、計算ナトリウムというね、物質を。計算ナトリウム。はい、こいつをね、使ってちょっと面白いことをやっていきたいと思うんですけど。あ、水ガラスって言われてる。そう、俗に水ガラスと呼ばれている。よく知ってますね。まあ、なんか中和ってあるじゃないですか。中和。そうですね、3.1。あれで、3.1。で、うん、あれって、まあ、指示薬とか使って、まあ、それで視覚的に、そう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 、分かるやつなんですけど、まあ、このですね、はい、水ガラスを使いますと面白い感じでちょっとそれをね、一発やっていきたいと思います。はい、ですね、ちょっと先ほどこの計算水ガラスをですね、溶かしたものをこちらに用意しておりまして、でこちらが、はい、塩酸、違うアルカリ性、はい、まあ、フェノールフタレイン液をちょっとこちらに、うん、じゃ入れていきたいと思います。ちょっとピンク色、赤色に、じゃあこちらの塩酸を、まあ、ここに入れたらどうなるかっていうね、はい、感じですね。じゃあちょっとお願いしていいですか。はい、最初は多めに入れちゃって、もうガンガンいきましょう、はい、量が量なんでいきますからね。大丈夫かな、大丈夫かな、まだまだいきますよ、まだいきますよ、はい、よし、じゃあ今日もいい感じのようです。結構色が薄くなって、はい、色が薄くなって、先のピンクなんだ、はい、これはいっぱい入れましたね、塩酸の方、はい、結構すぐに固まるもんなんです、まあ、でも見た感じだとそんな変化が、そうですね、まあ、何の変哲もない、ちょっと色が薄くなった、うん、まだ、あ、でもプルプルしてる、固まってきてる、普通の液体とはちょっとやっぱり違う感じですよね。ちょっとじゃあもうちょっと置いてみましょうか。見て、ちょっと、おー、あー、完全に、おおおお、ブルブルしてますね。これで今中和、はい、これがもう中和した、中和された状態になります。どんな変化じゃなくて、物理的な、もうそんな物理的な、まあそう、物理的に変わって、はい、ゲル化した、まあ、ゲル化、そう、ゲル化ですね。これひっくり返してみたりしても大丈夫？やってみますか、じゃあ、うん、いくよ、はい、せーの、よいしょ。おお、大丈夫だね。ちゃんと固まってるんだね。ちゃんと、はい、こんな感じで。はい、目に見えて中和がわかると。はい、その通りです。お、はい、じゃあそんな感じでした。はい、さっきのね、はい、こちらのね、あの水ガラスを使ってまた別の実験を。はい。今こちらにですね、4つの金属塩ご用意させていただきました。はい、これが塩化鉄で、塩化コバルト、塩化ニッケルで硫酸銅ですね。はい。はい、これらをまあこの中に入れたらどうなるかっていう。はい、それだけです。わかりました。はい、残りのやつ。残りのやつ。どんどん入れていっちゃって大丈夫。はい。あ、綺麗。カラフルですね。あ、綺麗。はい。じゃあどうなるのかなっていうのをですね、観察していきましょうか。ああ、見て。おっと。すげえすげえ。コバルト。伸びる？なんだこれは。気持ち悪い。すげえ。気持ち悪いとか言わない。ラーメンみたい。天の声、うん、すごいね、すごい重力に逆らって今上がってって、そうだね、塩化コバルト、あ、すそうだけどね、ちょっとずつね、あ、本当だ、ちょっとずつね、なんだ、あれなんだ、あれ、はい、これ数分経ったのがこんな感じですね、はい、ああ、綺麗だね、匂ってる、はい、ちょっとね、もうなんか、まあ、植物みたいにちょっとバーッと伸びてるわけなんですよ、はい、確かに、まあ、お庭みたいな、そうなんですね、ちょっとこの辺とか枯れ木みたいじゃん、ちょっとまあね、うんうん、カラフル、すごいカラフルで、まあ、お庭みたいな感じで、植物感ある、はい、そうなんですね、うん、これがまあちょっと科学の庭、特にケミカルガーデンっていうね、言われる、まあ、科学マジックの定番の一つ、ね、言われてるものですね、これがケミカルガーデン、ケミカルガーデンね、最初の、まずあの固まったやつ、うん、あれのね解説からいこうと思いますね、はい、まあこれ、まあ、化学式、まあ、反応式にするとこんな感じの、うん、はい、こんな感じになるんですけど、うん、まあ、これが計算だと、まあ、俗に水ガラスと、まあ、いうやつね、はい、でこれ、まあ、塩酸使ってるけど、まあ、酸、ね、そうだね、これをね、まあ、合わせると中和で塩ができましたよと、これが計算で、まあ、こんな感じなんだけど、まあ、この計算出たやつが、まあ、今回はまあゲル、うん、ゲルとして
出てきたっていう、うん、まあこんだけの話なんですね。ゲルとして出てきた。だからまあ固まって、うん、まあ、視覚的わかるよっていうものを、なんかひっくり返しても落ちなかった、はい、ゲル状として出てきましたよっていう、はい、はい、そんな感じです、はい、じゃあ次はですね、はい、こいつ、はい、そう、サンゴみたいなケミカルガーデン、はい、こちらのちょっと説明をやっていきたいと思いますので、はいはい、こちらの、はい、絵心のない椅子をちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、これさっきね、まあ、粉で入れた結晶、金属塩ですね、そうですね、金属塩で、まあ、周りには水ガラスがバーッと入っている状態になっております。はい、はい、で、まあ、この金属塩というやつはですね、はい、まあ、ちょっと強い酸の酸と弱い塩基がアーンってなってる物質なんですね、うんうん、でそれが水の中に入りますと、はい、まあ、下水分解が起こりまして、はい、まあ、周りにちょっとこんなオーラみたいになっちゃいましたけども、酸が発生するんですね、うん、酸がバーってなるんですね、うん、囲まれてる、そう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 、で酸に囲まれた状態になるんですけど、で水ガラスのアルカリとここで発生した酸が、うん、さっきちょっとやりましたよね、ゲル化、そう、それゲル化が起こるんですよなるほど、だから形ができるのね、こういうふうに、はい、ちょっと見せなくなっちゃいましたけどゲル化が起こるわけなんですよ、うん、ゲル化がね、で、まあね、こうゲル化ね、わけなんですけど、はい、ちょっとまあゲルっぽくちょっと出てきたんですけど、で、まあ、ここで何が起こるかっていうと、濃度ですね、この金属塩の、金属塩、そうそう、濃度、こちらが濃くて、うん、で こっち側水ガラスの方はまあ薄いという、まあ、そろそろことにはなりますね、まあ、うん、これすごいわけでも濃度だとなると、うん、まあ、何が起こるか、はい、おっと、ね、ガイアから一個いただきました、はい、はい、そう、浸透圧ですよ、そうですね、浸透圧、はい、ちょっと濃い方へ、そうそう、薄い方から濃い方へというね、浸透圧です。で、まあ、水、ちょっと、はい、水がですね、うん、こう、わけです。はい、こう、と、ね、くと、入ろうと、はい、まあね、浸透圧によって、水がね、こうやって、なんかグッと、そうですね、いくわけですよ。はい、バーッとね。で、ここで、また、もうちょっと、矢印ばっかで、申し訳ないですけど、ちょっと、水圧がね、うん、あるじゃないですか。うん、では水がバーっていくわけなんですけど、うん、じゃあ、まあ、水がね中に入るとまあパンパンになるじゃないですか、そうだ、ん、ね、じゃあどこ、まあ、そうなるとまあどっかがきっかり破れちゃうと思うんですよね、うん、どこが破れるのかって話なんですよ、まあ、どこだと思います、爆発する感じない、全部一気に壊れそうみたいな、あ、なるほど、まあそういうここでちょっと考えとしては、まあ、水ガラス、まあ、液体の中なんですよ、ほう、なんで水圧っていうのがね、なるほど、ありますよね、で、まあ、水圧、しかもこの下部分と下っていうのは、ここ、どっちが、うん、まあ、ね、強いのか、どっちが弱いのかって感じだと、それを考えると、まあ、こっちの方が弱い、ね、弱いですよね、うん。で、弱いから、まあ、ここがね、バーンと入って、上の方に、で、上の方にバーンとなって、ちょっと出てきちゃうと、こう、バーンと、うん、ほうほう。で、破れて出てくると、で、このね、出てくると何が起こるかって言ったら、また水ガラスがここと反応して、ゲルが、はい、バーッと、またゲル、バーッと出る。で、でまた、また、そのままとなって、で、まあ、出てくる、で、ゲル化する、ゲル化する、これの繰り返し。おう、で、伸びる、なんかどんどん上に伸びていきますよね。なるほど。それで、結果がこれです。伸びてますね。じゃあこれ、中に入って、このゲルの中に入ってるの水、なるほど、そうなんですよ、はい、ちょっとね、汚れだな、ちょっと見づらくて申し訳ないですけど、まあ、それをどんどんどん浸透圧と水圧がね、どんどん上に行くよっていう、そんだけ、はい、はい、面白いです、こっちプリシにしてんのかな、水入ってると思う、はい、まあ、というわけで今回はね、こんな水ガラスを使った面白い実験をやっていきました、はい、というわけで今回はこれで終わりですので、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。